はい、どうも、熊さんです。今日のニュースは、はい、土地規制法案、土地規制法案でございます。はい。あの、多分ね、結論から言おうか、多分ね、超骨抜きになった。超絶骨抜きにされました。はい、公明党の皆さん、はい、立憲民主党の皆さん、はい、日本共産党の皆さん、おめでとうございます。はい。 もうね、もう、日本人がですねも、もう、喉から手が出るほどですね、望んでいた土地規制法案です。土地買収規制法案ですね。これ、はい、完全にこれ多分、多分ね、骨抜きになりました。しかもね、この情報ね、ま、どっかから規制でもかかってるんでしょうか。<laughs> ほとんどね、マスコミもね、報じてねえんだよ。やっと産経がちょっと報じてくれたぐらいなんだけれども、これね、多分ね、超絶骨抜きになったぜ。 もうこんな法案作る意味あるっていうくらい骨抜きになったんじゃないかなと思います。もうね、詳細がね、どのマス、大手マスコミを出してくれないからよくわからんのだけれども、ただ、やっと産経が出してくれた情報を見る限り、これね、めちゃくちゃ骨抜きになってる。で、これ何かっていうと、今ですね、中国資本がですね、日本の大事な国土を買収しまくってるんだよね。 中国系企業が、沖縄とか北海道とか静岡とか、あの辺の土地をですねもう買収しまくっててえ、ここ一体どこの領土なのと、これこんなに中国資本が買われちゃったら、もうおねおなんか北海道のねあのリゾート地なんて本当にもうこれ、ここ中国なんでしょうかっていうくらいえ、中国資本が、ね、土地を買いまくってるんです。で、これどう考えてもおかしいのよ。他の先進諸国では、自、ね、国の土地がですねおかしな海外に買われないように規制っていうのはどんどん敷いてるんですよ。あるんですよ。だから簡単に買えないのよ。特にほら、あの中国。 中国なんてね、あの中国国民ですら自分たちの土地買えねえんだよ。こう、中国の国土は全て中国共産党のものみたいになってるんだよ。まあ、あんな風にしろとは言わんよ。あんな風にしろとは言わんけど、一定の規制を設けて叱るべきでしょ日本規制ないんですよ。もう買おうと思えばもう、中国、中国だろうが韓国だろうが、日本の土地買いまくれるんだよ。で、買いまくられてるんだよ、今。 だからもう日本国民大騒ぎをして、さっさと規制する法案作れってでっかい声が上がってるんですよ。で、これに押されてですね、もうや、やっと、やっと法案自体はできるという形になりました。で、ここでですね、なんとですね、えもう与党のはずの公明党、あともうわけのわからんあのね、え <laughs>、立憲民主党とですね、えー、日本共産党がですね、割って入りまして、いやー、これは、なんかこう、一般市民の経済的な活動を邪魔するんではないのか、とか、もうもうそんなに言ってる一般国民いないから、いないから、まあ そんなことを言ってですねすごい骨抜きになりましたこれ文章読んでいくんだけどこれねちょっと分かりにくいんだけどおそらくですねこれねまずね買収に関して土地を購入することに関しては何の規制もありません多分ね買おうと思えば自衛隊の横の土地ですらこれ買えるような状況がおそらく残りました おそらく残った。でね、その土地を買った後で、利用するときにですね、規制を設けようじゃないかと。ね。自衛隊の横の土地を買ってですね、中国資本が。そしてそこになんか中国の基地をつくのそんなことできないんだけれども、まあ、それ,ぞれ似てうるもんですよ。だから、自民党の自分たちのね、スパイをですね、そこに集めてですね、何かおかしなことをしようとする際の、利用するときにですね、規制がかかってなか、なんか提訴いろんな資料を提訴しなきゃいけなくなったんだけれども、そんな、聞くのを無視してくるんじゃないの嘘をついてくるんじゃないのね。 思う。で、しかもね、その事前の届け義務をか、課すのはね、あのね、自衛隊の横の土地とですね、あと了解などの基準となる定徴線を持つ、要するに尖閣諸島とかかな、あの辺の国境離島を示しているだけ。で、市街地、市街地、要するにね、我々が生活をしている普通の市街地ですよ。市街地に関しては利用のですね、あの、書面をですね、出さなくてもいいみたいな状況になってるんですよ。じゃあ何のためにできるのこの法律。いや、何一つ意味ないじゃん。 ちょっと何やってるのと。でもこれね、で、ただこの法案っていうのはもうあの早く作ろうと言いながらですね、こう7年くらいかかってて全然作れなかったんですよ。で、一応形だけでもできたんだから一歩前進だとかこう言ってるんだけど、いや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 、お前ここまでもう完全に骨抜きにされてるじゃん。いや、お前もうほんとさ、もう立憲とか日本共産党とか公明党とかどこの国の政党なの これ、彼らが言っている、これも反対しますとか、お前はっきり言ったでしょ、野党ね。立憲とさ、日本共産党が、この法案にも反対の立場を取りますとか、はっきり昨日言っちゃってたけど、この法案に関して反対の立場を取るって、なんでどうして何のために日本国民反対してないのか一言も言ってないぜ。 だって、外国に、ね、あの中国、もう今も世界中から非難をされているあの中国資本に、ね、自分たちの国土を買収されないように、え、作ろうとしているのがこの法案じゃん。なんでお前ら反対すんの もうね、う次の選挙で覚えてろよ、本当に。もう次の選挙の時、この件、も死のうシノドラ騒いでやるからな。というわけでですね、あの、どんな形で骨抜きになったのか、ちょっとわかりにくい文章なんだけれども、もうね、他に見つかんねえんだよ。なんかもうマスコミが規制でも敷いてんのかっていうくらいですね、あの、情報出てきてないんで、唯一、まあ、ある程度報じてくれてるかなっていう、この産経新聞さんの記事読んでいきましょう。で、これを読んだね、日本人がどういう風に思ってるのか、うん、これね、 本当ね、野党もね、公明党もよく聞いとけよ。まあ、もうもう、こんな、絶対選挙勝てないよ。お、う、お、ん、もう,もう自民党の勝利確定です。これで自民党の勝利確定です。本当に。うん。まあ、これも読んでいきます。あ、はい、いきますね。え、土地規制法案、え市街地除外で公明に譲歩。もう、譲歩しまくり。完全骨抜き。はい。安全保障上、重要な土地の買収を制限するための、土地利用規制法案をめぐる、えー、与党内調整は、政府、自民党が公明党に譲歩する形で決着する見通しになった。なんで譲歩するんだよ。 もう、ね、焦点だった取引当事者への、えー、事前届け出の対象範囲は経済的、社会的観点から留意すべき事項を含むとの一文を追加、これによって規制対象から市街地を除外できる余地、もこれ除外できる余地って書いてあるけど除外できるんだよ、もう規制対象から。だから市街地の購入に関しては何一つ規制がないんですよ。 実効性が失われる可能性もある。あれも完全に失われました。超骨抜きです。法案では、土地の取引え当事者に、取引当事者に、使命や利用目的などの事前に届けて義務を課す特別中止区域を設定、対象として司令部機能を持つ自衛隊の駐屯地、基地、領海などの基準となる定長線を持つ国境離島を示し、後に策定する基本方針で大枠を示すことにしていたと。はい、で、だが、ただ、ただですね、公明のベテラン議員から、経済 取活動に影響する過度な指摘制限にならないかとの懸念が示され、調整は難航。まあ、なんでそんなこと言うの公明党。え、一時は事前届けでの削除が訴状に上り、えー、政府が目指した3月上旬の閣議決定が遅れたと。はい。えー、公明側の調整役だったえー、遠山元幹事長代理がえー、緊急事態宣言下での会合問題で2月1日に議員辞職したことも影響した。だったらもう公明党なん,かなんて無視するやいいんだよ、うん。で、自民党は同様の議員立法をこの7年で3回断念したと。えー、近隣国 の経済活性の配慮や私的制限の懸念から与党内に根強い反対があったからだこんなのね新中議員とか新幹議員が言ってるだけだから名前あげろよ反対してたやつらいや反対してたやつらと名前あげてくれよ 超避難してやるよ。で、そのため、今回は、規制行為を土地の所有ではなく利用としちゃったんだよね。はい。残念ながら。所有はいくらでもできますよか。買っていただく分にはいくらでも買っていただきますよっていうですね、わけわからん状況が残りました。はい。え、対象から、森林や農地は除外。あ、アホ。 うん、えさらに施設周辺のおおむね1キロに限り、届け出対象も面積200平方メートル以上に絞るなど、慎重論に配慮を重ねてきた、もう最悪、さらに与党協議の結果、事前届け出の対象から市街地を除外できる余地まで生まれてしまったと、政府高官は、法案ができるだけでも一歩前進だと話すが、満身創痍の法案にこれ以上の妥協の余地はなさそうだ、はい、もうね、これ以上ないくらい妥協しちゃったんですよ、これ以上ないくらい妥協しちゃったんですよ。 はい。はい。骨抜き。これぞ、あの、有名な骨抜き法案。はい。できてしまいましたね。はい。ああ、もう残念。残念ですね。えー、これなんでこの骨抜きになったのか。公明党と日本共産党と立憲民主党が邪魔をしたからです。え、彼らはもう日本の政党じゃないと僕は思います。はい。選挙でですね、えー、もう大いにですね、議席を減らすがいい。はい。で、えー、これに関してです。これを見て読んだですね、日本人がどう思ったのか。これ聞いといてちゃんと、本当に。えー、外国では当たり前の外国司法による土地規制法案に反対する者は日本人ではないか。えー、日本のために働いていないと言ってい。 本当その通り立憲民主党と日本共産党も反対しているようだから次の選挙の争点とすればいい本当そうだようもうこれ本当争点にしまいこれ反対したのは何でですかっていうねで日本国民の89.7%が中国を好ましくないと回答しているのだから親中親冠の議員は次の選挙で落とし日本を守る議員を選ばなければならないと思う本当におっしゃる通りだと思います 本当に。うん。で、だから公明党との連立には反対するのさ、本当だよね。安全保障が最優先なのではなく、えー、学会の土地売却の利益が最優先なのだから。うん。で、もう、自民公明の連立政権を支持しません。でも野党はもっと支持しないけどね。とまあ、そりゃそうだね。野党を支持するわけがないんだよ。まだ自民党の方がまだマシただもう、公明党のとの連立解いた方がいいんじゃないのこの法案、これだけ骨抜きにしてくる党なんてさ、一緒にやる意味ある まだ幸福の価格とかさ、あの辺のもう、ま、弱小政党の方がまだましだと思うよ。ちょっとね、これを機に、もうこのね、土地規制法案を,をね、軸にね、ちょっと賛成の党と反対のほと、ちょっと分かれてくんねえかな。本当に。そのくらい大事な法案だったんだよ、これ。 維新は石原橋本共同代表時代の2013年以降、6度も議員立法で、国家安全保障上、重要な土地に関わる取引の規制等に関する法案をとして提出をしているのにと、あ,あそうなんだ、ね、維新はまあやってくれてるんだね、一体何をしてるんだろうと、やっと政府・与党が重たい腰を上げたと思えば、今度は公明に譲歩と、本当に国土を守る気があるんだろうかと思います、いや、本当そうだよね、あの維新はこれ、賛成してくれてるんだよね。 維新もいろいろ言われてるけど、だこの法案に関しては大正解だと思うよ、本当はい。で、えー、公明党なんかに譲歩する必要はないし、最低でも外国人による土地の規制、土地購入を、えー、禁止にしてほしいくらいで、いや、ほんとそうですよ、うんえー。共産党や立憲民主党は反対しているようだから論外ですね。はい。いや、ほんとそうだよ。あのね、もうね、どうしてなんでそんなに中国共産党とかさ、えー、韓国にさ、自分たちの土地を買われて平気なの もう理解ができんわ、はい。えー、独立国家として当たり前の放棄に反対をする議員がいるんですね、と。いるんだよね。不思議だね。うん。誰から給料をもらってるんでしょう。日本の議員は日本の国益を害する活動をして、もう、えー、職を終われないみたいですね。いい職業ですね。羨ましいですね。もうね、スパイ入りたい放題。スパイ入りたい放題の、アホな、アホな法案。はい。で、あ、そう、これこれこれ,こ,れこの法案に立憲共産が反対しているニュースが急に出てこなくなったのは、立憲の圧力でしょうか。まあまあ、立憲民主党ね、あの、支持率がですね、大体今5%くらい、 昔の消費税みたいな支持率しかないから、もう取り上げる価値はないとマスコミは判断はしたのかもしれないけれども、これに関してはですね、取り上げまくれ、ガチで、こんなの反対してるのバレたら、もう国民にばれたらですね、絶対に票入らんから、そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。うん え、不信感を抱きましたと。えー、この法案はよっぽど都合が悪くて、形だけでも、お、抵抗している感が痛々しいと。そういえば、都議会選挙ありましたあ、選挙で覚えおけよというご意見もございますね。はい。えー、コロナで、えー、コロナでは進んでですね、あの、国民の試験を制限したのに、なんだこれと。いい加減にしてほしい。確かにそんな感じだね。そんな感じよくわかるね。はい。えー、自民、えー、自称民、庶民の王は、徳和からいろいろと、え、称号とか、あ、ね、勲章とかもらってるからね、と。えー、忖度したんでしょうと。えー、これ、 え自称庶民のってどこだろこ日本共産党のことかなえこんな感じでですね、基本的にですねあの、日本国民は怒っています。怒っています。はい。あの、もうね、これ本当にマスコミを大々的に報じろって、これどうして反対するんですかとかね、ちょっとインタビュー記事取ってこいよ、本当に。このね、この,あの日本国土を、ね、外中国省にガンガン買われることをですね、規制する法案に反対をする議員はですね、これ日本人ではありません。 はい、もうね日本共産党と、えー、立憲民主党と公明党はもう本当に支持しちゃ良くないと思うよだって海外中国使用にいくらでも日本で国土買われてもかまいませんよって言ってるんだから。 もう、絶望です。はい。ついに、もうね、よし、できるぞって、熊さんもね、動画にしてきたけれども、はい。この土地規制法案、ついに骨抜きにされました。もうで、ね、ご、もうゴリゴリに骨を抜かれてしまいました。はい。抜いたのは公明党と、え、立憲民主党と、え、日本共産党でございます。自民党もね、もう、もうちょっと強気に行ってよかったんじゃないの全国民は応援したぜ。応援した。これでもう中国省に土地買われませんって、はっきり言えるくらいの規制法案を作ってもらえたら、 次の選挙も大勝したのにね。 危うくなったと思いますよ。ということでですね。もう残念でした。はい、このね。あのー、国民日本国民全員が期待をしていたですね、えー、中国商に土地を買われなくするためにを、この土地規制法案はい、骨抜きにされてしまいました。骨抜きになっちゃいました。残念ですね。非常に残念ですね。ただまあ一応法案はできたからですね。ここでですね。どん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 ,どんこの法改正を進めていってですね、えー、強固な法案にしてほしいなと思うんだけれども、そのためには次の選挙でですね。この法案に反対をした奴ら反対をした奴らをですね。落とさないといけないね。次の選挙のね。あのこれ。 次ののの時し、ね、しつこくしつこくここくく問題言ってやるからな覚えとけよ。というわけでですね、えー、熊さん、このね、あのー、土地利用規制法案に関しては、まだ動きす多少あると思うんで、えー、追っていきたいなと思いますので、えー、もしよろしければチャンネル登録お願いします。というわけで熊さんの動画を終わりたいと思います。はい、もう一回言うね。公明党。 日本共産党、そして立憲民主党、お前次の選挙でガチで覚えとけよ。この法案に賛成、あの反対をする奴なんて絶対もう日本人じゃないからね。日本のことを真剣に思ってるんだったらこの法案に賛、ね、反対をする理由なんかどこにもないんだからね。ほんと次の選挙で覚えとけよ。はい、終わります。バイバイ。